お届けする番組。石垣優が気ままにお届けする番組、6月22日収録放送でお届けします。皆さんこんにちは、石垣優です。東京はですね、もう梅雨に入りまして、なんか毎日ねジメジメしているし、私はペットをね、ワンちゃんを飼っているので、ワンちゃんの散歩がね毎日雨の中だとちょっと大変なんですよね。だから早くねカラッと晴れた時期がまた来てくれないかなと思いつつも、でもこのしとしとと降ってる雨の音とかは好きなので嫌ではないんですけどね。でもなんか早く晴れてほしいなと思いながら過ごしている毎日でございます。今日はですね、トークテーマを皆さんからいただきまして、それを紹介していきたいなと思っております。トークテーマは才能があるかもと思うことというトークテーマで、皆さんからメッセージをいただきました。例えば私はですね、まあ、SNS では書いたんですけども、夜な夜なね、なんか思いついたかのようにゴミ袋を持って物を捨てる。もう物ってのも洋服もそうだし、捨て出したりとかですね、もうあらゆるものをゴミ袋に突っ込んでスッキリするということをやったりですね。あとはですね、忘れること、これはいい意味でも悪い意味もでもあるんですけども、いい意味で言うと、嫌なこととか、なんかね、覚えておきたくないもの、そういうものも、もう都合よく全部忘れることができるんですよ。なのでもう嫌なことを全然心に残さないで次の日過ごすことができるっていうね、まあいい意味ではそうですけど、悪いので言うとね、例えばマネージャーさんと地方とかに行って、明日10時15分にロビー集合でお願いしますって言われて、まあ、またすぐ忘れるんですよね、それをね。で、部屋に戻って、すいません、明日何時でしたっけって LINE しちゃったりとか、もう何回も同じこと聞いてしまったりするんですよね。だからね、まあ、才能があるんですけども、この才能はいるのかいらないのか、ちょっと疑問には思いますけどね。でもまあ、嫌なことを忘れてしまうんで、それは良かったかなと思いますけど。はい。そんな感じで皆さんにたくさんのメッセージをいただきました。早速紹介していきたいなと思います。まずはですね、タマリンさんからいただきました。タマリンさん、いつもありがとうございます。才能があることはですね、自他ともに認める才能は、寝起きの良さです。起きて30秒後には卵焼きを焼いたりなど、お弁当作りが開始可能です。すごいですね。目覚ましを一瞬で止め、ガバッと起きていく姿は家族から見たらちょっと気持ちが悪いそうです。ちなみに寝つきもいいんです、とメッセージいただきました。いやー、やっぱ母はすごいですね。母親だからそれができるのかな。あ、でもできてたんでしょうね、タマリンさんはね。いやー、私はもうガバッと起きてすぐ行動ってできないなー。この責任感を持って毎日過ごされてる方と適当に生きてる人の違いなんでしょうね。いやー、タマリンさん尊敬します。もういつもね、ありがとうございます。では次はですね、ごじゃっぺ山登りさんからメッセージいただきました。いつもメッセージありがとうございます。俺の才能はたまたま入ったご飯屋さんが絶対に美味しい才能です。ああ、でもそういう人いるんだよな。周りの人に大いに喜んでもらっています。旅行先にどうするってなった時に俺の才能が覚醒します。特に女性にはめちゃめちゃ喜んでもらっています。というわけで、ゆうさん今度ご飯行きましょう、笑い、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもね、そういう方いるんですよね。なんかお店をね、見れば、雰囲気見ればそこが美味しいかどうか分かるって言うんですよ。私には全くこの違いが分からないんですけど、だけどなんかそういう雰囲気でオーラで美味しいっていうのが分かるっていう方が時々いるんですよね。しかも本当に美味しかったりするんですよ。確かに美味しい、確かにって思いながら食べたりとかね。なんでしょうね、それは本当に一種の才能ですよね。いや、よかったですよね、そういう才能が持っててね。確かに女性は喜びますよ。
もうゴジャッピ山登りさんについてったら美味しいもの食べられるって思ってね、みんなついていくはずですよ。メッセージありがとうございます。じゃあ次はですね、まこさんからいただきました。ありがとうございます。一度会ったことのある人の顔大抵覚えています。それからふと聞いた音が、あ、これあの曲のあの音だという思うのですが、もしかして才能かな。ふとした時に昔嗅いだことのある香りも。すごいね。メッセージありがとうございます。このだから目の情報、耳の情報、この鼻の情報とか全部一回この感じて味わったら脳にインプットされるんでしょうね。素晴らしいな。いや、私もうそれ欲しいのよ、それ本当に。もうね、名前とかが全然覚えられないの。顔はなんとなくあのね、見たら覚えられるんですけど、この文字の情報がね、どうも頭に入らなかったりするんですよね。いやー、だからまこさん、それはね必要ですよ。大人になればなるほどその才能は本当に必要。仕事ができる人っていう話をしてる方もいるぐらいですから、本当その才能は素晴らしいな。私も欲しいんだけどな。それはもうね、どうにもこうにもならないね。いや、羨ましい。まこさん、ありがとうございました。はい、ではここでですね、一曲かけていきたいんですけども、今日はですね、石垣島出身の素晴らしいあのアーティストの方にコメントをいただきましたので、前半後半とお二方コメントいただきましたので、それも紹介していきたいなと思います。まずはですね、この二つ年下になるそうなんですけども、素晴らしい歌声の持ち主、義母和也さんからコメントをいただきました。ね、顔もね、すごいイケメンなんですよ。顔もイケメンだし、声もイケメンなんですよね。絶対モテるだろうね、彼はね。はい。そんな素晴らしい方からコメントいただきましたので、紹介したいと思います。義母和也さん、よろしくお願いします。サンサンラジオをお聞きの皆さん、ゆうさん、はいさーい。三線歌者の義母和也です。私は、北部の赤江市というところ出身でございます。赤江市、皆さんご存知ですかね。赤江市サンサンラジオ入るのかな。まあね、ご存知の方もいると思いますが、それぐらい結構ね、まあ北部のね、先っちょの方の、まあ田舎出身なんですけども、まあ今は那覇に住みながら、まあ県内県外で、ライブ活動なんかをさせてもらっておりますけども、赤井市小学校、そして茨間中、高校はね、八重山高校、ゆうさんと同じ八重山高校になるかと思います。ゆうさんとは、八重山高校の先輩後輩で、まあ、僕が1年生の頃の、実は3年生だった、ゆうさん覚えてるか知りませんけどもね、その高野祭とかね、文化祭とかで結構、歌ってるのを見ていて、まあ、憧れの先輩という感じでしたけどもね、まあ、卒業してからの方がね、まあ、イベントとか、ライブとかで一緒になる機会が、多かったので、まあ、それからね、知ってくれた、のかなという感じもありますけどもね、今回一曲かけていただけるということで、ありがとうございます。6月23日の慰霊の日も近いということで、僕の持ち歌で、へその音、へその音と書いてへその音というね、曲なんですけども、この曲を、かけていただきたいなと思います。この曲は子供たちと、作った、平和ソングで、まさにね、6月23日の、慰霊の日に子供たちの平和のメッセージや作文、歌詞なんかを公募して、募集して、それをね、元に僕が作詞作曲をしました。まあ、いろんなね、その平和ソング、ありますけども、まあ、そうですね、ちょっとこう、まあ、子供たちとね、歌うということで、まあ、その、しっとりとしたっていうよりは、こう、賑やかに、その、まあ、でもこう、大切なメッセージは伝えたいということで、その、いろんなこう、思いを散りばめた曲になっております。ぜひね、へその音とか言って、へその、聞いていただきたいなと思います。まあ、今後のね、活動を少し、告知というか宣伝させていただきますけども、まあ、コロナの影響もあって、まあ、なかなかね、ちょっと県外、県内、ライブのイベントが少ないんですけども、最近ね、YouTube を始めました。
義母和也 YouTube チャンネルもありますんで、よかったらね、義母和也、もしくは義母和也 YouTube で検索してみてください。まあ、僕はその八重山高校を卒業した後に沖縄県立芸術大学、沖縄の芸大を出て三線を本格的に勉強しまして、まあ、実はね、最近その師範っていうんですか、教える免許も取りまして、そういうこともあったので、その三線を教えるレッスン動画みたいな、YouTube をアップしてます。義母先生というね動画で、まあ、三線のねチンダミの仕方とか、まあ、その初心者の方にね向けたそのレッスン動画で、そのこういう曲を初めにやったらいいですよとか、こういう姿勢ですよとか、三線の歴史はとか、なんかいろいろ50本ぐらい動画、義母先生というねタイトルで出してますんで、よかったらねそっちも興味ある方は検索してみてください。ではね、今日はありがとうございます。へそのを聞いてください。義母和也でした。ありがとうございました。石垣優が気ままにお届けする番組をお届けしております。聞いていただいたのは義母和也さんで、へその緒でした。ね、義母和也さんが言ってましたけども、 YouTube をやってるって言ってたので、ぜひこの義母和也さんのさ、キラーンってした笑顔をね皆さんにも見てほしいなと思いますよ。で、三線のね先生ということで、三線をたくさん教えてるということなので、三線習いたいな、これからやりたいなっていう方とか、もっと上達したいなっていう方とかね、まあ私も含めそうか下手くそだからね、私はね三線勉強させていただこうかなと思います。はい、義母和也さんありがとうございました。はい、ということで今回はですね、トークテーマが才能があるかもと思ったことというトークテーマで皆さんにメッセージいただいております。はい、どんどん読んでいきたいと思います。のぞみさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。才能とは言えない気もするのですが、そしてゆうちゃんとちょっと似てるってなったのですが、整理整頓、断捨離です。昔の私はあれもこれも必要かも、いつか使うかもで物を貯めがちだったのですが、いつからだろう、そう言ってて必要だったことも使ったこともあったのかなって気づいた瞬間からバカバカ物を捨てるようになりました。客観的に見た時にびっくりされるぐらいすぐ捨てます。特に人と共用する場所が乱れていることが嫌な私は、職場でも何か捨てられるものはないかをいつも探しては捨てて整理を繰り返しているので、また捨ててるとよく言われてます。たまにああやっちゃったかもって時もあるのですが、そこは大型、まあいいかなんとかなるでやり過ごしています。あとよく友達から言われるのが、何かにハマった時の熱が半端ないくせに断ち切る瞬間が一瞬過ぎてびっくりするらしいです。才能と言えるのかはわからないんですけど、とメッセージをいただきました。のぞみさんありがとうございます。いや、これね、私も大型なんですけども、これね大型あるあるのような気がしますよ。あ、でもね、そうやってまた血液型でこの人の話をすると、血液型で人格が変わるわけないって言われちゃうからね、ちょっとあれですけど、でもね、なんか大型の人にそれ多いような気がする。熱しやすく冷めやすいっていうタイプの人で、なんかこの思い立ったら A 型より細かくなるくせに、なんかプチって切れた瞬間また O 型に戻るみたいな、これなんか A 型と O 型が混在してるみたいな時々いるんですよね。だからのぞみさんもそういうタイプなんじゃないかな。ねえ、なんかないかな。私のねお父さんもそうなんですよ。なんか一個のことにはすっごい細かいのに、なんかその他のことはなんか別にどうでもいいみたいなところがある。私もそうなの。まあそんな感じですけどね。なんかだから血液型で物を言うと怒られるけど、ちょっとあるような気がしますよね。まあでもわかります。でも整理できることはね、素晴らしいことだから、その才能は大切にした方がいいですよね。はい。のぞみさんありがとうございました。次はですね、ケイジくんさんからいただきました。ありがとうございます。私の才能はいつでもどこでも寝られることで、家族から天才の称号をもらっています。私自身は嫌なのですが、あ、そうなんだ。若い頃から変わらず体も心も健康に過ごしています。いやいや、絶対悪いことじゃないからさ、すぐ寝られるって素晴らしい才能だと思うよ。もうね、なんかちょっと悩んだりすると寝られなくなっちゃったり、
なんかどうでもいいなんか時計の針の音とか聞こえ出して、あ、なんか寝られないってなってしまったりとか、なんかそういうことってたまに、私は基本寝られる人だからだけど、すぐ寝られるって幸せじゃないですか。なんか最近あの寝る話、寝ることが幸せの話頻繁にやってますけど、ケイジ君さん絶対すぐ寝られるって幸せですよ。もう絶対その才能は大切にしてください。嫌なんかじゃないですよ。素晴らしいです。ケイジ君さん、ありがとうございました。ですね、まだまだたくさんのメッセージをいただいているので、あの残りのメッセージは来週読まさせていただきたいと思います。ではここでですね、最後にあの石垣島の素晴らしいアーティストの方にコメントいただきました。歌声がね、なんかすごく伸びやかで素晴らしい歌声の方がいるんですね。私もライブを聞いて、わ、心が浄化されると思いながら歌声をいつも聞いている先輩でございます。じゃあ中田香織さんからメッセージいただきましたので、香織さんよろしくお願いします。ゆうちゃん、 FM 石垣さんさんラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、中田香織です。今日はゆうちゃんから島のアーティストを紹介するコーナーにお誘いいただいたので、近況とアルバムの紹介をさせていただきます。まずは近況報告から。石垣島にあるいくつかのホテルでの、ロビーライブにお誘いいただいて、今年の11月で丸10年になります。コロナで1年間お休みしていて、今年の4月から1年ぶりに再開することができました。現在は感染対策をしっかりしてロビーライブのみ行っております。今歌える喜びをひしひしと感じているんですが、落ち着いたら東京をはじめ、皆さんのところに伺いたいと思っていますので、よろしくお願いします。そして、アルバムの紹介をしたいと思います。2019年の11月に中田香織としては初のオリジナルアルバム花頭風月が発売となりました。石垣島や八重山諸島のいろんな場所をテーマに書き下ろした曲を1枚の CD アルバムに、しました。カビラのひまわり畑の風景を歌った、ひまわりや、青い海に続く白い桟橋の風景を歌った白い桟橋、また船で30分くらいのところにある黒島で行われた星空観望会に参加してみた空一面の星たち、流れ星、天の川に感動して、そこから生まれた無理かぶしなど全10曲になります。CD 購入はオフィシャルホームページ中田香織 .com の特設ページにて購入いただけます。よろしくお願いいたします。そしてライブがお休みの間はカバーアルバムの制作をしていました。というのも、先ほどお話ししたように、ロビーで歌い始めて今年で丸10年になります。石垣島の先輩が作った島んちの宝や夏川りみさんが歌ってヒットしたなどそうそう、また沖縄本島の芭蕉布や娘陣とようなど石垣島や沖縄を代表する曲たちを歌わせていただいていて、そのロビーライブで歌っている曲の中から10曲ほど1枚のアルバムとして制作中です。また発売など決まりましたらホームページやライブ会場などでお知らせしますので、こちらもよろしくお願いいたします。まだまだ大変な時ですが、気兼ねなく石垣島やライブなどに皆さんがお越しいただける日まで、くれぐれもお気をつけ、ください。それでは花頭風月より無理かぶしをお聴きください。中田香織でした。